はい、皆さんこんにちは、のっぺんです。信長の野望大使やっていくでしょう。さあ、佐竹家完全復活でございます。前回は足投げを滅ぼしまして、で北条が攻めてきたんですけども、これを返り討ちにしまして、現在また攻め込まれているという状況でございます。で現在上杉家とも講和が解けているので、まあいつ攻めてくるかわからない。で南部家ももうそろそろ講和が解けるんじゃないかなと思うので、準備していきましょう。さあ頑張っていきましょう。よーし、やっていきます。さあ現在太田城が北条の3部隊に包囲されているということで、ちょっとじゃあこっち待ちましょうか。とりあえずここで待機で、赤いテルコ3万5000ももうちょっと引きつけててほしい。まだまだ大丈夫だよね。あ、全然大丈夫だ。さあお願いします、行きましょう。さあまずは待機。さあどうかな、どうかな。で大雪、うん、私たちは雪の対策をしてるよ。うーん、なんとか痛手を抑えられたっていう感じかな。うん、OK。で、私、佐竹義重に息子が生まれたのかな。で、安藤近末殿に子が生まれたと。はいはいはい。ほうほうほう、出産ラッシュですね。家中に神結を終えた姫がいるようです。誰で？あー、村松殿だ。沢田正幸の娘だよね。はい、ようこそ。いらっしゃいませ。さあどうでしょうか。はいはいはい、表情でございます。はい、でまずはそうやな、これはまあとにかく軍事と商業をどんどん取って、これ精鋭鉄砲取っていきましょうか。はい、じゃあ商業と軍事ピッカー、最上義明で沢田正幸からの佐竹義重。あーで芦名さんも表情に顔出してきたね。はい、お願いします。これにて表情を終えるぞ。次は次はまあ精鋭鉄砲はまだ取れないけれども、以前2例か、あと特殊証券も私取り始めてきたから、じゃあ職人鉱山配備で鉄砲の鉱山が鉄砲を獲得する。はい、まあこんなもんでいいかな。はい、いいでしょう。当家に仕えたいという浪人が名乗りを上げております。落としなさい。うん、はい、じゃあようこそ、頑張ってな。さあかなりですね、佐竹家お金に余裕が出てきました。やっとここまで来れた。さあでは開発もやっていきましょう。これめっちゃ久しぶりやな。じゃあとりあえず貯水池発展させて、で商人町も発展させて、で準権所もじゃあ発展させていきましょうか。はい、かしこまった。で赤いテルコがここ攻めてるからちょっと厳しいな。でまあとりあえずここ、はい、かしこまった。で次は次はじゃあこの辺だな。この辺の準権所もどんどん発展させていきましょう。はっ、うん、こんなもんかな。はっ、でこの辺りな、ちょっとじゃあここ撤去して、はい、で準権所よし届くね。はい、かしこまった。まあこんなもんでいいかな。さあそれでは行きましょうか。そろそろ太田城やばいな。まだいけるかな。さあ、あ、で、南部家攻めてきやがった。あ、こいつ、しまった。あ、信長様、ありがとう。で、4万3000が来るっていう話。これはちょっとまずいな。じゃあ、とりあえず、正幸はこっち行こう。さあ、地足はもうこれで終了。で、こっち、赤いテルコもじゃあ、もう早めに、こっち向かわせよう。じゃあ、まあ、2万4000あれば十分戦えるか。はい。進め。さあ、で、次はこっちですよ。4万3000だよね。これは厳しいな。まあ2万4000 大丈夫かな。まあとりあえず頑張ってもらうしかないよね。うん、まあここだったら大丈夫。はい、行きましょう。ダメだ。いや待て待て、こっち行こう、こっち。はい、進め、こっちの方がいい。さあ行きましょう。でこの辺でじゃあ私は、はい、足軽青年使っていきましょう。はい、皆の者、さあ行きましょう。はい、足軽青年どうで、からの、さあなあ、ここはじゃあ、坂東一の火器で、鉄砲作っておきましょう。これ、もうちょっと早めにやっておけばよかったな。はい、どうさあ、皆の者も、皆の者、行きなさい。はい。さあ、まずはこっち、と思ったら、朝廷より使いの者が来た。久しぶりに来たね。さあ、で、簡易か、事務所、まあ、とりあえず買っておこう。はい。金はある。はい、関なさと我らの勝ちはいけません。まあじゃあとりあえずやめとこう。はい、OK。 うん、とりあえず追い返した。はい、で次は
次まだこっちこっちやからね。はい、さあ向かいなさい。続け、はいよ。で勝敗がいかにこうか采配次第でしょう。大丈夫、負けるオッケー。さあで次はちょっとこれは厳しいよな多分。いざ参ろう。とりあえず行ってもらおう。はい、お願いします。前進せよ。さあぶつかりなさい。皆の力、ねえ宇治政、宇治政大義名分か。これは四季なさずば、まあ仕方がない。これはまあ負けるしかない。となるとこっち大丈夫かな。もうちょっと頑張れるでしょ多分。うん、頑張って頑張って。はい、で太田城に部隊が到着。籠城。はい、さあ行きましょう。お願いします。ちょっと厳しそうだな。太田城もしかしたら取られちゃうかもしれない。はい、なんとかこっち片倉小十郎が赤いテルコを奇跡的に倒して太田城行くっていう感じにしようか。さあ行けるかな。さあ佐竹家の領土を守っていきましょう。お願いします。待機せよ。さあ赤いテルコのところ到着。はい、戦場は狭く勝敗の行方は分かりません。行きましょう。片倉小十郎ならやってくれる。はい、飯の平の戦い、片倉小十郎 VS 赤いテルコ。まあ数は向こうの方がダントツだけど舞台数が全然少ない。なんとか罠にかければ向こうの頭数を減らせるかもしれない。さあ行きましょう。はい、開戦、飯の平の戦い、行きます。さあ行きましょう。今回私は金作渦目美、渦目美奈落でございます。で向こうは陣と鳥。さあでは渦目美にかかるように動いていきましょう。まずは、はい、下がるとこまで下がる。始めます、はい、さあまずはこっち行きなさい。さあ向こうはどんな感じで動くかな。さあとりあえず渦目美にかかってくれさえすれば向こうは相当甚大なダメージを食らうはずと思った。2部隊一気にかかった、ナイス。で一気に6000でとなると、はい、さあどうだどうだ。こっちの部隊どうしようかな。さあ来いや来いや。さあこっち、はい、お覚悟願おう。敵の移動。さあ向こうはどう動く。でこっち来てんな。で柵壊せる。で、ああいいね、赤いテルコだ、やった。となるとじゃあこっち一気に行きましょう。始めます。まずは、はい、でこうして、でなんとか采配で向こう赤いテルコを潰す。それかガシに昇誕か。いや采配で行こう。はい、采配行こう。命尽きよ。さあで赤いテルコまでが遠い。やりたい前。さあここはじゃあこう鉄砲。みんな気をつけて。さあなんとか囲う。舞台の多さを生かすんだ。さあどう、はい、始めよう。やりたい、お願いします。さあどうだどうだ。さあ赤いテルコに届けばいい。ゲチ行こう。やりたい。さあどうするどうする。やりたい。さあ赤いテルコよどうするよ。こっち行こう。はい、でやっぱこっち。でみんな気をつけて。はい、でこう始めよう。でだいぶ士気がここ下がってんな。ここやりたい。奇跡です。さあ再配。さあでこれで大ダメージを、でもいい感じでダメージ食らわせてる。いいよいいよ。やりたい。さあどうやどうや。やりたい。でもうすぐで回想する。これはいいぞ。でこっち回想した。いいね。さあではこっち、はい、まさかまさかこれ、あいいね、回想してる。いいぞよ。もうできるだけ潰そう。かかれー、いけー、いったれいったれ。もういけるとこまで行こう。はい、行こう。さあでこっちこっちこっち、こっち、はい、でさあさあさあどう。さあこいつはどうよ。さあいけいけいけ、よし、だいぶ数は私たちが上回ってる。なんかいつの間にか一気になんか急になったね。オーケー、赤いテルコ撃破。すごい、1万5000も残ってるよ。やりたい、やったー。もう全然大したことなかった赤いテルコ、さすが。覚悟なき者に。もうこれはあれだよ、片倉小十郎が強かったんだ。すごいな。もう向こうほど、なんかもう壊滅状態だもんね。やったー。で、この人をじゃあ投与して、まあ、この人はまあ逃がしてあげます。はい。さあ、急いで太田城の方へ向かってください。やばいよ。はい。出陣する。さあ、12-1で。で、集結して2万2000か。
で、織田家と朝倉家がまた戦を仕掛けた。で、織田家を応援します。もちろんね。手を貸そう。さあ、で、こっちへの問題は。はい、勝敗がいかに効果采配次第でしょう。わかりました。行きましょう。お願いします。はい、伊沢の戦い。佐々木吉木 VS 南部春政。これは厳しいよ。兵数向こうの2分の1だもんね。これはやばい。さあ、で、南部晴らせよ我が真の無念、今ここで晴らしてくれん。わかった。で、南部晴政の舞台は3900となると、まあ多分これかこの辺りだな。うん、あー、できれば潰したいな。さあ、それでは行きましょう。はい、海戦伊沢の戦い行きましょう。今回私は金金陣で、罠は渦めび渦めびで、切り込み、本陣切り込みの作戦をね、設定します。切り込み隊は伊達春宗です。では、行きましょうかね。さあ、まず、向こうが罠にかかってくれるかどうか。行きましょう。さあ、まずは本陣を狙っていこう。そうしないと私たちやられてしまう。さあ、まずは来いや。向こうは鉄砲隊が一部隊か。さあ、まずは来ましたよ。こいつら、まあ、能力はほどほどだな。もう私たちはね、結構強いからね。さあ、行こう。さあ、で、どうする？さあ、まずは、どこ行った？多分ここだな。では、こっち行こう。こっち行くよ。始めるぞ。敵の井戸が知れましたな。さあ、で、罠かかる？あー、痛い。ちょっとこれは厳しいな。じゃあこっち行こう。はい、鬼庭さんで伊達春宗、こっち。はい、さあ始めようか。さあ、しっかり援護してあげよう。はい、で、こう。で、こうだな。ごめんねー。で、とりあえずこの辺はじゃあ守っとって、はい。さあ、で、こっち。はい、で、こっち行こう。はい、覚悟しろ。あ、ちょっとストップかかっちゃってる。はい、こっち。いやー、まあでも向こうの動きが早い。さすが南部家の騎馬隊。沼があったなと。なぜそんなとこに罠を仕掛けられる。恐ろしい。で、来た。で、じゃあこう行って、で、こう行こう。さあ、で、鬼よしで、魚でちょっと範囲が違うな。まあ、ここはそうね。行きましょう。で、とりあえず、はい、じゃあ、本陣切り込み、行きましょう。はい、本陣切り込み、ドーン、よっ、はい。さあ、本陣切り込み、そこもですか。こっち、はい。覚悟しろ。ごめん、じゃあ、おい、鬼吉重、攻めろ。で、あなたもこっちね、はい。やりたい、おい。さあ、ちょっと厳しい。さあ、向かいなさい。前こっちね。さあ、迎え。で、教育をした。はい、かごってすべては我が小中です。さあ、で、肝心の本陣切り込め隊が容赦せるぞ。で、こっちちょっとフォローしてきて。はい、始めます。で、金壊されてるか。で、こっち行こう。はい、始めるぞ。さあ、ちょっとみんなストッピングしとくね。はい、今ぞ。やばい。で、私がちょっと厳しいな。はい、やりたい。さあ、なんとか押せばなんとかなる。で、みんなこっち来てる、助けて。で、鬼吉、はい、さあ、で、準備してるよ。さあ、で、強力校舎を使いたいところ。さあ、どうだ。いやいや、待って。まず数、向こうの数はだいぶ削れてる。で、こっち、はい、逃げてやりたい。で、こっち、前、立ち下がってきた。クソ。で、こっち、はい。で、回想してきた。はい、行こう。で、回想した。いいね。囲えるか。はい。さあ、今のうちに行こう。で、回想した。向こうも回想してる。どういうこと？で、こっちも回想した。で、私はもうそろそろ逃げよう。はい。覚悟しろ。で、こっちね。で、回想してる。向こう、どういうことになってるの？こっち、はい、ババアさんはこっち、こっち来てくれー。はい、で、回想してる。向こうは農兵中心なのか。で、こう、で、こう、もうすぐで回想できる。いいぞ。はい、行こう。
始めるぞ。ここ大事、ここへ、はい、鬼押し、さあ攻めろ。このままでは今が削るチャンス。頑張れ、耐えろ、と思ったら、くそーってきた。来た、ガシンショだ。下がれ、逃げれ、でこ、と思ったら攻めれ。さあ、もうすぐで追い返せる。よし、まず壊滅。こっちね。はい、で、吉秀さんもやばいね。はい、さあ、勝てるか。さあ、あーで、回想しちゃった。オーケー、倒せた。よかった、ナイス。よかった。ほう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 。ふう、危なかったぜ。勝って兜を。向こうの被害は甚大です。おごるでないぞ。攻めてっていいんじゃないか。大丈夫かな。結構私たちもギリギリだけど。よかった、勝てると思わんかった。いいね。じゃあ攻めよう。さあ、まずはこっち。出陣するぞ。こっち側から攻めれないかな。9900か。まあ行くとしたらこの辺か。はい、じゃあ雫石御所に行きましょう。出陣するぞ。さあ仕掛けるぞ。こっちが我が領内に向かっております。そうなんですか。もう壊しよ。壊お願いします。はい、壊。はい、はさあ太田城を守って。はい、よーし、オッケー。四季な佐藤、オッケー。太田城守りました。ナイス。でちょっとこっち厳しいね。行きます。こっち行く。いざ、さあ決戦の地。向こう牽制する。あーで戻っちゃったか。ね、これは厳しいよ。こっち行く。はい、進め。どうなるとどうなる。さあ、で、こっち、これはどういうこと？あー、そうか。私が城を攻めるってことね。はい、じゃあ、強行43日。で、ちょっと、片倉小十郎のとこが心配。さあ、もう壊しよ。とりあえず、形勢はもう7ヶ月経ってるから、まあ、ちょっと厳しいか。じゃあ、片倉小十郎、このまま、丸森城行ってもらいましょう。いざ、はい、決戦の地。さあ、行きましょう。誰か亡くなっちゃったね。あーで亡くなっちゃってるね。さあ、それではカウンター攻撃いきましょう。1万集まってるけど多分大丈夫なはず。さあ行こう。皆の力、とりあえず北条家早く壊してお願い。さあ大丈夫。で大田原城に宇治政到着。ここは大丈夫かな。厳しそうですけど。どう。あ、で北条家と子は結んだ。よかった、危なかった。ちょっときつかったんじゃない。さあ、ではこの南部県の飛び地をじゃあ取っていきましょうか。さあ行きましょう。さあ、でここ大友家が南部家によって滅ぼされたんだ。すげえ。じゃあ長宗我部家だ。どんな感じになってる。あー、そうなんだ。もうほとんど流動事件になってるんだ、九州は。で南の方には島津家がいるって感じか。そうか。さあ、では行きましょう。で、まだ集まってるか。はい。さあ、で、南部家の大崎が、説得に応じてくれる。三戸か。三戸はこっちだな。三戸の部隊いる？いないね。まあ、行きましょうか。はい。さあ、で、羽田巻城落としました。オッケー。さあ、で、カウンター一歩行きましょうか。さあ、こっち行こう。はい。出陣するぞ。さあ、で、どうするよ。はい、さあ守ってごらん。で丸森城到着。いいね。で強行52日。さあ戦を仕掛けたお前たちが悪いんだ。で四季なさと、オッケー。じゃあ追い返しましょう。志やったー。決して負け。さあ、で雫石御所落としましたね。ナイスナイス。もうさあ、ではじゃあ次はそうやな。こっち側結構兵おるな。どこだ、やるとしたら。じゃあここ行きましょうか。進め。どっこ城だ。はい、行きましょう。で雨でございます。もうほんと災害ばっかだね。すごいな。でまあとりあえず抑えはしておいた。その備えの報告いたします。はい、先月の主人。ちょっと兵糧厳しいな。表情でございます。次はまあ、とりあえず精鋭鉄砲を狙っていきましょうか。はい。でピッカン佐竹義重で最上義明で真田正幸、いつもの顔ぶれ。はい、これにて表情を終える。まだ精鋭鉄砲は取れない。で次は渋枝穂。
まあ、とりあえず、いやー、ちょっと厳しいな。今、軍事ポイントは減らしたくない。あとは、じゃあ、とりあえず、馬産徴収で、馬産証券収入増加賞。はい。あー、でも、兵糧ちょっと割引してほしいな。じゃあ、こっち取りましょうか。はい。さあ、まあ、とりあえず、これでいいでしょう。さあ、まさか私たちが南部家を追い詰める日が来ようとはね。さあ、行きましょう。お願いします。で、徳川家の北条家。あー、これはいいね。これはね、まあ、北条家応援するわけがない。はい、不参戦。高水寺城到着。高水寺は、方位37日。あー、で、交渉も、じゃあ、お願いしておきましょうか。はい。さあ、で、どうなるかな。北条対徳川。私は徳川家を応援したいからね。はい。さあ、頑張れ、頑張れ。で、独孤城到着。独孤城は、強行40日、行きなさい。さあ、さあ、さあ、さあ。で、また集まってくるよ。1万1700か。ちょっと厳しいな。こっちはまだまだちょっと集まれんな。はい。で、相手方の準備が整った。じゃあ、佐竹義重、お願いします。さあ、当主である私が直々に交渉するよ。城主投稿。はい。オッケー、ナイスー、やったー。で、次はじゃあこっち行きましょうか。はい。ここは、久野辺だ。で、行きましょうかね。で、ま、減ってないか、へ。となると、じゃあこっち、三の辺の方行きましょうか。はい。あー、へ、減ってないわ。だとしたら、もう久野辺。いやー、ちょっと待って。久野辺はちょっと今厳しいな。やっぱ3の辺しよう。さあ、で、こっち。12,700集まってるか。じゃあ、とりあえず牽制しよう。こっち。8,400。兵糧は切れる。とりあえず、カニ太郎関だ。やってなかったー。もったいない米が。さあ、カニ太郎関で。で、あと5ヶ月あるか。まあ、米は買うか。はい。で、誰かが、忠義が揺らいでると。となると、向こうは12,700、結局集まってくるか。となると、やっぱ米厳しいな。報告いたします。さあ、ちょっとこっち悩みますね。3の辺狙うか、この辺狙うか。じゃあ、まあ、この辺狙うか。はい。で、こっち12,000が集まってるから、こっちちょっと厳しいな。大丈夫、内藤正人よ。行きましょう。さあ、で、12,000が到着。さあ、これは、まあ、とりあえず、カット。はい。あー、まあ、負けるよな。まあ、仕方がないか。で、次は、じゃあ、8,400。行きなさい。で、九戸到着。九戸は、わあ、ちょっと厳しいなー。方位120日で。じゃあ、九の辺はやめて、三の辺ちょっと戻ってんなー。八の辺。進め！まあ、もうちょっと、あれか。やめた方がいいか。まあ、とりあえず、じゃあ、佐竹義重は騎乗。で、こっちの、小畑さんも騎乗させよう。もう無理だ。とりあえずこっちの丸森だけでも取る。さあ、で、一条家は長宗我部家と保護されました。長宗我部家イケイケだね。さあ、で、丸森落としましたね。オッケー。さあ、これで南部家の飛び地はいただきましたよ。で、この人東洋で、はい、逃がしてあげる。はい。さあ、では、片倉小十郎は騎乗してください。お疲れ様。さあ、で、こっちはどうなるかだよな。ああ、多分ね、これね、徳川家が勝ったんだ。さあ、頑張ってくださいませ。私はあなたの味方です。さあ、とりあえず南部家には、じゃあこうは申し込んでおきましょうか。まあ、多分なんか条件を突きつけてくるでしょうけど、行きましょう。さあ、で、まだ北条との講和は解けてないから、この辺はちょっと警戒していこう。で、南部家と交渉いたします。軍馬1200を南部家に譲渡か。まあ、1200ぐらいだったらいいか。はい、じゃあお願いします。さあ、で、南部家と和を結びました。オッケー。かなり攻めれたんじゃないかな、今回。さあ、南部家も滅ぼせるかもしれないよね。はい、表情でございます。
そうやな。じゃあ、今度こそ商業と軍事で行こう。ピッカーナイス。アシナ森友寺で、最上義昭からの、沢田正幸。はい。これにて表情を終えるぞ。よし。正鉄砲取れますね。オッケー。さあ、これでますます鉄砲が強くなりますよ。で、目指すは、当世具足。うん。じゃあ行きましょうかね。はいよー。ご命令を。さあ、なんとか兵糧が入るまで、南部家、そして上杉、北条には、攻め込んできてほしくないな。で、また集まってる。うわー、まだまだ兵いんな。ここで攻めたいけどな。まだ、北条家攻めれないか。はい。頑張ってくださいませ、徳川家。さあ、どうでしょう、どうでしょう。で、織田家が、本願寺家に戦を仕掛けるのね。もちろん織田家を応援します。信長様、頑張ってくださいませ。応援してますよ。あーで、北条負けたんだ。なるほど。やっぱ徳川家強いな。だけど、徳川家も兵全然残ってないね。うわー、攻め入るなら今なんだけどな。さあ、それでは行きましょう。まだ借りた能力残ってる。惜しいな。で、浅倉家を織田家によって滅ぼされました。早いな。すごいな。恐ろしい。で、次は何すか？あー、在家だ。あー、義兄弟と醜い戦いが繰り広げられちゃうのね。さあ、礼を言おう。もちろん信長様を応援します。もう私、信長様審判だからね。さあで、今こそ織田家を討つときぞ。あー、織田包囲網が始まった。うわ、めっちゃ参加してる。大丈夫ですか？さあ、織田家に対して長宗我部家ら8勢力が包囲網を結成しました。さあで、秋になります。オーケー、オーケー、オーケー。ーケーで、兵糧が8万入りました。オーケー。ご命令を。で、どうでしょうか。北条、戦を仕掛けれるね。で、だいぶダメージ残ってんな。多分まだ徳川家とは、こうはしてないから、まあ攻め入るチャンスなのかもしれないけど。うわ、やっぱ兵めっちゃ詰めてるね。さあ、それではもう1ヶ月様子を見ていきましょう。もしかしたら北条が攻めてくるかもしれない。まあそんな余裕はないだろうけど。合わせよう。さあ、宇治政が、五国北条。で、上杉家と徳川家か。これは、そうやな。これは不参戦で。そういえば、上杉謙信は私たちに攻めてこないね。さあ、これはどうなるかな？いやー、でも徳川家結構疲れてると思うからな。あー、やっぱ上杉家勝つか。報告いたします。で、はい、表情でございますよ。表情を表情まあ、とりあえず、商業と軍事。はい。もう、こう、ワンパターンやな。で、最上義昭。沢田正幸からの、じゃあ、芦名さん。はい、いいでしょう。これにて表情を終えるぞ。そうやなぁ。民本統治か、民中上昇大。まあ、できれば刀狩り欲しいけどなぁ。もうちょっと、かかるか。となると、まあ、まずは、じゃあ、民本統治取っておきましょうか。はい。さあ、内政もちょっと大事にしていこう。こんなもんでいい。はいよ。で、吉重様、南部晴政は、陸中に兵を進めるつもりようです。了解。さあ、それではもう1ヶ月様子を見ていきましょうか。北条、もしかしたら戦線してくるかもね。ああ、意外と戦線してこないな。さあ、で、また誰か亡くなるけど、できれば時間を稼ぎたい。ちょっとね、兵糧を稼ぎたいんだ。で、南部家は、まだ壊れてないね。さあ、もう一ヶ月様子を見よう。さあ、で、もうすぐ南部家との講和が解けるから、さあ、南部家を滅ぼしていきたいね。さあ、冬。さあ、で、これで、南部家と講和解けてるね。さあ、ということで、じゃあ次回は南部家滅ぼしていきましょうか。頑張っていきましょう。はい、それでは今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。次回をお楽しみ。よろしければチャンネル登録、高評価お願いします。のぺんでした。さよなら。